新日本プロレスストロングスピリッツに導かれる者たち、その頑固強烈無比、その運命予測不能、そしてついに均衡が破れる。ケンさん、はい、なんか内藤哲也なのって僕決めてるわけじゃないですよ。でもそれはやっぱ悔しいので、はい、悔しいのでエース自らここにやってきました。新日本プロレスストロングスピリッツ棚橋ひろし一人アンバサダー闘争。エースの野心は人知れず、だが確実に燃え上がっていた。やりますよ。やっぱ俺はこう前面に立ってね、アピールしていかないと。ならば、せっかくね普通にやってもなんかしょうがないんで、うん、丸々できたらアンバサダーっていう感じですよ。僕がなんかやるのね。やります。あ、スケールが大きくなってきたね。回せアンバサダーがかかった究極ガチャ。煙突なければ未来はない。近日公開シリーズ、丸々できたらアンバサダー。さらに1年半ぶりにエレー道場にやってきました。何やらアメリカ専用のアンバサダーがもういると。これは悔しい。待ち受けているのは果たしてアンバサダーは遠いぞ。愛してます愛してます。